いつもいろんな顔を見せていたいし、いろんな僕を見せていたい。服もかっこよく着たり見せたいし、顔もそうですし、なかなかね、はっきり言えないとこを見ると、いろんな恋をしてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、よくファンミーティングでは、ファーストキスはいつですかとか聞くじゃないですか。でもちょっとそれじゃつまんないんで、一番最後にしたキス。
気に入ってるなって考えます。まあ、で音楽は仕事だと思ってないから、まあ、いつでもできることで、まあ、作曲とか作詞とかはもう毎日やってますよ、今でも、で、やっぱ演技は、お芝居は最近もうどんどんハマってるから、いろんなこと、いろんな作品にちょっと挑戦したいみたいなと思ってるし、そしてあとはモデルさんもやりますし、まあ広報大使とか、あと舞台の演出家もやりたいですよ。まだまだなんですけど、いや、すごい魅力ありますね。はい、どの、まずお仕事というか、何をやってる時の自分に、やりがいを感じる、まあ、全て感じると思うんですけれども、うん、思います？音楽じゃないですかね。やっぱりそうですよね。それぐらい、正しく、挑戦していきたい分野っていうのはありますか？新しくもういろいろやったと思うんですけれども、こんなこともやっていきたいな、表現していきたいななんてことはあります？もう去年から今まで結構いろんなことにちょっとトライしたと思うんですけど、だってお芝居もまだもっとやんないといけないと思うし、演出もですね、だからそう、演出もそのなんかドラマとか映画でももっといろんな役でちょっと挑戦していきたいです。どんどん変化をしていきたい、いろんな顔を見せていきたい、もうちょっと成長を成長したい、したいですね。以前何かのインタビューで、僕は味噌みたいな人間だっておっしゃって、私は拝見したんですが、覚えてらっしゃいます？結構前の言ってんじゃん、味噌みたいな人間になりたいんだっておっしゃってたんですけれども、はい、今でもそんな思いを持ち続けてらっしゃいます？思ってますよ。で、このインタビューご存知です？味噌みたいな人間でありたい、理由でした。ねえ、味噌は薬としても使われるし、料理にも使われるし、どこにおいても常に問題がなくて負担にならないと。反対に長く放置された味噌のように、僕も長く発酵してみたいというふうなことをおっしゃったんですけれども、まあ、どこにおいても負担にならぬ調和する、そんな人間になりたいですというふうに。なれますかね。なれるじゃないですか。今だってお話を聞いてると、本当にこの味噌の話を聞いた時にはどちらかというと協調性を重んじるおとなしいタイプなのかなというふうに思ったんですけれども、あれもしてみたいし、成長もしたいし、もうエネルギーの塊でまだまだ大きくなりたいっていうパワーをね、横で感じるんですけれどもね、きっと味噌の